演舞開演。どうも、本日はこちらのビトックスティーというものを飲んでみたいです。おそらくトックスとはデトックス、毒出しのことなのでしょうね。こちらにもそう書いてありますし、まあ書いてあるんだったら最初に見せろよって話なんですけどね。こちらもこの前飲んだファストと同様にティーパックですね。ですがこちらは夜間では沸かせないんですよね。成分が薄くなっちゃうんです。なのでお用意していたのようにつけます。わ、なんかオレンジっぽいいい香りがしてきたな。これで1分から3分、しばらくお待ちください。入れ終わりました。なんだか鮮やかな色ですね。では飲んでみたいと思います。身も心もすっきりできますね。柑橘類の爽やかな香りが一口目を飲んだ瞬間にぐわっと口の中に広がりますね。デトックスといっても苦いとかそういうのではなく、すごくさっぱりして飲みやすいお茶です。これなら毎日飲んでも飽きずに続けられそうですね。甘いものにも合いそうですし、でそれじゃ意味ないか。ご視聴ありがとうございます。というわけでこちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞開演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。